皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム続きからやっていきましょう。身だしなみをやります。完璧ですね。ルックス気がついたら500まで上がってますよ。あ、いけない、消灯時間過ぎちゃったかも。さあ寝ましょう。おやすみなさい。今日はあんまり練習しなかったな。明日は頑張らなくちゃね。おやすみなさい。頼む、忍者の弓を着てくれ。もう夢パートこれで最後だよね、確か。ああ、よかった、来てくれた。なんとか隣国に到着し、城に潜り込むでいいのかな。私たちだけど、ここからが大変なのよね。なんて言ったって、この城の中は敵でいっぱいなんだから。ほんと。気をつけていかないとね。絶対に失敗はできない任務を背負ってるんだから。ねえ、この城のどこかに敵の殿の敵討ちがいるのよね。敵の敵討ちなんてどうだっていいんだよ。そういう話だけど、とりあえずはぐれずについてきてよね。まあ張り合いましょう。そっちこそはぐれないでよ。小さいから見失っちゃうもん。この部屋が怪しいわね。中に人の気配もあるし、今いるみたいよ。俺も同じ意見。いよいよ正念場ってとこだね。気をつけてよね。さて、仇の顔を見ようじゃないの。わかってるって。じゃあ行くよ。あれ？もうたどり着いたのかい？さすがだね、二人とも。やっぱ龍崎先生、黒幕だったんじゃないの？龍崎先生、なんでここにいるんすか？だいたいここは仇のいる城じゃ。お前たち、この間の。やっと来たな。この間のお返しをしてやるぜ。もう誰が味方なのかわかんないんだけど。返り討ちにしてやりましょう。なんだと？調子ぶっこいてんじゃねえぞ。こっちの本拠地で戦うんだ。戦力的にはこっちが上だぜ。本拠地なの？それに今日は俺も戦いに加わるしな。お、新キャラ出たよ。誰、林って。覚悟しやがれ。そいつはやめにしといておくれ。龍崎先生、なんで、どうして？この二人に話をしなくてはいけないね。林の話をしてよ。あ、はい。さて、いろいろと尋ねたそうな顔してるみたいだけど、私がこれから言うことを黙ってお聞き。そうすればわかる。それに全てはあんたに関わることなんだよ。私ですか？もともとこれはあんたの最終試験だったのさ。なんかかっこいいね。なんかひらめいたっていう感じの絵だけど。最終試験？何ですかそれ。あんたは忍びとして何年修行しても全然物にならなかっただろう。ナルトみたいなものかな。このままこの先忍者としてやっていくのは無理だ。だから越前と一緒に旅に出したのさ。天才のこいつと旅をして少しは成長するかと思ったんだが、私が甘かったね。
じゃあ主人公がナルトで龍馬くんがサスケっていうことかな。じゃあ試験は、これだけ見たらさ、目の前で仲間が殺されたみたいの絵なんだけど。不合格だよ。あんた基本的に忍者に向いてないね。がーん、そんな。姫様好きの腰元にでも紹介してやるから、忍者の道は諦めな。それがあんたのためだよ。確かにこんな腕前じゃ忍者失格か。仲間に迷惑かけるものもなんだし。わかりました先生、今までお世話になりました。諦めちゃうの。まあよかったんじゃない、忍者辞めることになってさ。そんな、よくないわよ。何をその言い方、人がいろいろあってショックな時に。忍者なんか続けてくよりよっぽど面白そうなことありそうじゃない。それはそうかもしれないけど、別に忍者だけが人生ってわけでもないでしょ。よく考えてみたら。じゃあもう必殺仕事人みたいになるよ。私は忍者を辞めて暗殺業に走るわ。そう言われてみればそうかもね。悪くないかな暗殺業。ただちょっと心細いかな。なんて言ったって今までずっと忍びとして生きてきたし。ま、それはそれとして。何？お前を一人にしとくと何やらかすか分かんないし、俺がついてって面倒を見てやるよ。本当？確かに二人ならどんなことになっても平気かも。うん、きっと大丈夫。まあね、まあ俺がいるからだけど。そうかもね。これから新しい人生が始まることになるけど、うまくやっていけるよね。不安はあるけど、龍馬くんが一緒なんだから。これはハッピーエンドって言えるのかな。トゥルーエンドじゃないのこれは。夢だったんだ。あー、思い出しただけでも照れちゃうよ。あ、これはハッピーエンドですね。龍馬くんとあんなことになっちゃうなんて。まああれで将来を誓った仲になるのかな。ひょっとして無意識の願望が夢に出てきたとか。だって違うよ、龍馬くんに対してそんなこと思ってないし。そう、夢は夢、舞い上がるな私。さあ気持ちを切り替えておけよっと。じゃあ始めるよ。面白い、面白い。空、空。ああ、まあいいんじゃない。やっぱりラケットギリギリまで来ると二重丸なんですね。へえ、やるじゃん。まあこの調子でいけば結構いいんじゃない。もうバッチリだよ、ありがとう。また機会があったら練習付き合ってやってもいいけど。じゃあまたお願いするね。楽しい早朝練習は終わった。なんとか時間通りに間に合いそうだけど、味大丈夫かな。今日の朝食は女子が作ったって聞いたけど。大変だったね、お疲れ様。ああ、仙石先輩おはようございます。もう用意できるところですからちょっと待ってください。なかなか美味しそうな匂い。ちょっと味見をさせてもらうよ。さてお味は。あ、つまみ食い。仙石先輩、そういうことする人ぽく見える。納得。
メンゴ、誰よりも早く君の味を確かめたくってね。これはせめてまあまあだったらいいな。これ味見したかな。その好みが分かれるかもね。なんていうか、ほらやっぱりダメじゃん、料理スキル低すぎるんだよ。見たことない顔してるよ戦国先輩。あ、好みですか。あ、やっぱりまずいってことだよね。たく、が、食べ物と呼べる代物じゃないですねこれは。あの、すぐに作り直します。戦国先輩、あきれたよね。あー大失敗だが、作り直す時間はすでになく、調味料で適当にごまかされた姿で食卓に並べたのであった。こうしてこの日の波乱の朝食は終わった。みんなごめんね。さて、もうすぐ午前の練習だ。張り切っていくぞ。これ全員分のさ、親密度下がったりしないかな。さてと、朝食後の休憩だけど。よう。ああ、桐原さん、こんにちは。もうすぐ合宿も終わりだな。もうお土産とか買ったのか。実はまだなんですよ。今一つこれぞという名産品って感じるものがなくて。お前もそう思うだろ。ほんと硬すぎるんだよ真田元副部長って。ほんとに15歳なんですか。いや、ここだけの話、本人は手塚さんの方が老けてると思ってるようだぜ。あっちゃ結構痛いですねそれ。だよな。それにしても立海大って謎な人が多いですよね。謎な人？例えば？じゃあ柳先輩に聞いてみようかな。柳先輩っていつも目をつぶってるようなんですけど、見えてるんですか？失礼だよそれは。やっぱ気になるだろう。俺も前に本当に見えてるのか聞いたことはあったんだよ。同じ学校の藤先輩にも言えるよそれは。で、どうだったんですか？グーでノーテン、殴られちまった。でも実のところどうなんでしょう。柳先輩手あげるんだ、意外。どうなんだろうな、俺の方が聞きたいくらいだぜ。はぁ、もっと、もうすぐ合同練習が始まるぜ。そろそろ準備しねえとな。おしゃべりが楽しすぎて時間があっという間に感じられましたよ。まったくだ。俺は準備があるからここでな。はい。お昼ご飯じゃないや、朝ご飯の後は赤谷くんと楽しく過ごした。スマッシュ練習始めるよ。せや、センター、センター下、あら下、しまった、センター、しまった、下、よし。練習練習、火曜大練習。なかなかのファイトだったぜ。ありがとうございます。やった、ダビデさんに褒められちゃった。そういえば、今日の午後の練習はコンディショニング調整のために早く終わるんだったな。空いた時間何して過ごそうかな。あ、いった、なんでこんなところ水がこぼれてんのよ。見ちゃった、面白かったぞ今の。うわ、先輩、人の不幸を笑わないでください。はあ、ついてないな、なんかいいことないかな。いいことね。そうだな、藤の占いとかは。占いですか。
すっげーよく当たるんだ。いいことあるか聞いてみればいいじゃん。それ藤先輩じゃなくて藤先輩のお姉さんじゃないのかな。信じる者は救われる。占ってもらえよ。そうですね。じゃあ占ってもらいます。それで僕のところへ。はい、ぜひお願いします。いいよ、可愛い後輩の頼みだ。断れないよ。可愛いだなんて、そんな。時間があまりないから簡単なものにしよう。姉さんから教わったんだけど。あ、これ現実の世界でも通用するんじゃないかな。これで終わり。それじゃあ結果だけど。ねえ教えてよ、やり方教えてよ。君にはこれからいいことがあるよ、間違いない。やった、先輩に言われると本当に説得力ありますよ。それはどうだろう。ああ、さらに追い打ちを。占いは確率論に過ぎない。その結果が 100% 真実である保証はどこにもない。どれかな。じゃあ藤先輩の味方をしよっかな。占いって確率で語るものじゃないですよ。占われた人がそれに対してどういう行動を起こすのか、それが大切なんですよ。いいこと言うね。姉さんが聞いたら喜びそうだ。もう昼休みも終わりだね。占ってくださってありがとうございました、先輩。少しでも役に立てたのが良かったよ。というかさ、後ろの雲動き早いな。こんな中でテニスやって風に乗らないかな。それじゃあ、午後の練習も頑張ろうか。はい。練習に入る前にナミちゃんから蜂蜜味のキャンディーをもらった。ラッキー。これは幸せのうちに入んのかな。それじゃあ今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。